ミネストローネミネストローネは具沢山のスープという意味でイタリアの野菜スープである。イタリアでは使う野菜も季節や地方によって様々であり、決まったレシピはなく田舎の家庭料理といった趣である。コロンブスによってトマトが持ち込まれるまではトマトを入れていなかった。材料には玉ねぎ、ジャガイモ、人参、キャベツ、セロリ、ズッキーニ、サヤインゲン。 ベーコンなどが用いられる。パスタや米を入れることも多い。基本の材料はホールトマト、ニンニク、玉ねぎ、オリーブオイル、ブイヨン。好みで野菜を用意する。材料をざく切り、もしくは一口大に刻んでおく。ニンニクは粗みじん切りにしておく。1のニンニクをオリーブオイルで炒める。ニンニクに色がついてきたら玉ねぎを加え炒める。 玉ねぎに火が通り、透き通ってきたら、他の野菜を加えて炒める。全体に火が通ったら、ホールトマトを潰しながら入れ、炒め合わせる。水とブイヨン、ローリエを入れ、野菜が柔らかくなるまで煮る。塩、胡椒で味を整え、適宜、パルメザンチーズを入れ完成。ありがとうございます。